いや店の中にしないじゃん。なんで、あ、最初だね。なんかトイレ入るタイミングなくなるとかなと思ってテンション上げて入ってたからね。あー、ほんとだな。そういうことですね。うん、あ、こんにちは。はい、了解です。はじめまして。はじめまして。カメラ回していいですか？はい。あ、ごめんなさい。ちょっと名刺持ってきてないですけど、すみません。はい、何です？緊張しそうな、お前ら。緊張する？みんなこうやって。お久しぶり。おー、はじめまして、はじめまして。あ、友達なの？あの、ママですか？あ、はじめまして、よろしくお願いします。もう、戻ったの？浜松。戻ってないですよ。ブラグ？いいですか？ YouTube 使って。Okay, no problem. No problem. ちょっとね、あ、ママ、ママ。それなんて書いてある？ビーム。パラパラ。パラパラ G。パラパラ G。なんでそんなしてるの？いや、私パラパラね。ひどい。お前そうそうするね。そうそう。すみませんよ。お母さん座ってくださいよ。あ、らしいですね。あの YouTube でサブスクライブでライクしたの。皆さん乾杯。あ、乾杯。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。心配だよ。心配。まあ、頑張ってますよ。本当です。初めて離れちゃったから。ああ、そうか。ちょっといろいろ聞きたい、いろいろ聞きたい。さっきお前喋ったのよ、お前。何言われるか怖いな。YouTube ってどんなの知ってるんですか？見たことある。なんかコメントは言いにくい。それはライクだけしてる。いいねだけ。だけが何やってるのかもそこで情報入っちゃう。あ、情報で YouTube ね。ちょっと安心だな。あ、そうかそうか。YouTube やってるもんね。似てるね。似てる。こうやって見ると似てる。どこへ寝てます？うん？似てない？似てる。あ？まあ、酔っ払ってるだろう。酔っ払ってない。酔っ払ってる。さっきは日本語で丸でしょ？だからもう日本語ベラベラだもんね。あるとナンバーワン。逆にフィリピンの言葉勉強してる。みんな怒ってる時だけこっちの言葉を入れちゃう。真似してる。悪口方言系は全部。どんな子だったんですか？ちっちゃい時は。明るいね。明るい、面白い。子供一人？一人っ子か。でこんな感じなんだな。ちょっと甘えん坊な感じだよね。で仲良くやっとるんですよ。仕事用できるしね、やっぱね。自分でやっとるんでね。もともと自分で会社やっとったでしょ。自分でトラック持ってね。仕事はすごい。もう一番できるからね。他のやつより一番できるぐらい仕事。めちゃめちゃ綺麗。あざっす。だけど YouTube は面白くない。これやめて。こっちの方が面白い。前ね、もうバイトしてたからよ。あ、そうなの。お前になるアルバイトしてたの？そう、一緒に。あ、ここで？あ、ここじゃなくて違う。あ、違う。あ、マジ？ここより自分で会社やる前にアルバイトして、それからカメラ。あ、ダメダメで。ビンゴやります？何？ビンゴやります。私のメイン情報です。はいはい、もうそっち。硬いなこの二人。なんかね。オーケー、はい、もういいよ、あなた。ダメよ。全然恥ずかしくない。それ本当の話ですか？お父さん、お父さんがフィリピン人。本当に？お母さん日本人。だからずうずうしいのね。だからずうずうしい。だからずうずうしいの。フィリピン人はずうずうしいの。それでオッケー。あなたは意外。意外。恥ずかしがり。あなたは日本人より。恥ずかしがり？こういうイケメンは、うん、お父さん見せてよ。なんかね、これはもう小さい時から恥ずかしがり？え？
そういうとこあるんですね。すごい気遣う。小さい時でも自分が仕事と夜仕事してるんですね。タバコ忘れちゃって、お客さんが子供がいる、ね、私が子供がいるのはバレちゃいかんで、わざわざお母さんって呼ばないの。ミルさん、タバコ忘れるなよって。ちっちゃいのに、こんなの日が。そこまで抱えるのか、3歳の時かな。あ、ほんと。絶対お母さんと呼ばなかった。あ、覚えてるっすけど。うんうん。やっぱ自分がお母さんって言っちゃうと、その俺は高いんだ。子供いるの3歳の時にもう3歳嫌われちゃいかんだと思ってたんじゃないのか。そう、5歳まではお店の裏方 その事務所の。ああ、そうだね。まあ、保育施設じゃないけど、みんなお客さんしてるけどね、どう見ても出てるじゃなくて、大事なこと聞いていい？ああ、私も息子いる。もちろんハーフでしょ。ブログで、お母さんがフィリピンの方で、もう恥って思ったことない。いや、ないっすね。それはないっす。逆に怒ったの、前一緒に歩いてて、他の同じフィリピン人の子がいて、離れて歩いてたんですよ。なんであっちのね、離れて歩いてて、なんか恥ずかしい感じにしてるお母さんのこと。それおかしいよ、ね。外人だから、フィリピン人だから、お母さんが、ね、恥ずかしい。なんか恥ずかしいと思って。お母さん泣いてる？うんうん、全然泣いてる？嬉しいよ。泣き出した？今夜のお母さん、こうやってやって、夜のお店で働いてるけど、ほっとってもよう喋るな。ねえ、だから要は、でもかっこいいよ、フィリピン人のお母さん。差別っていうのが嫌なんで。まあ、分かるよ。俺も韓国のハーフ。恥ずかしかったもん。ちっちゃい時はちょんちょんみたいなのあるし、俺も習ったらね、そういう時代なんです。僕らも名古屋でも田舎の方だから、そういう韓国狩りみたいな、韓国人対日本人の喧嘩とかもしてたし、だからハーフの気持ちは分かる。でも俺はやっぱちょっと恥ずかしかった。でも自分はオープンでした。で、まあ使えるか使えないか分かんないですけど、やんちゃして自分が頭張れや、そんな差別ねえだろ。私もハーフなんで、恥ずかしい気持ちはあるよね。恥ずかしい気持ちは最初ぶっちゃけありました。だけどまあないって言ったら嘘だよね。日本人ってまたさ、そういう人多いじゃん。やっぱ島国だからね。自分たちが見たことないの。Are you okay? それ以上に自慢だもん。No, thank you. Fuck you. 小さい時はやっぱり心配してるね。いじめられてないのかな。You talk great. 学校でも。やっちゃうからね。でもタケが言葉が言ったことは、俺が誰が守ってくれる？自分だけしか守らないといけない。それは羨ましい。いじめられないように自分で努力する。でも私も一言言った。自分から叩いたら負けだよって。叩かれたら倍返せっていつも言うね。倍返せって絶対私そうやって。フィリピン人のハーフとかフィリピン人もそうです。舐められていじめられるか、突っ張って不良になるかの二択しかない。あ、そう、自分の強くしていくしかないもんな。そう、私は突っ張ってた。で、その標的にされると一番自分がきついから、自分も守るために突っ張る。ああ、そういうことやな。でもあれだよね、俺が突っ張ってたおかげなのかわからないけど、私フィリピン人っていう偏見はないな。ないね。ないよ。自分で普通に紹介できたんですよ、友達と。で、友達がお母さん一緒に遊ぼうかって、一緒にビリヤードやるかって、そういう感じだよね。母さんとお母ちゃんと友達と、友達と自分の友達とお母さんと一緒、3人で。そうだよ。自分の母親フィリピン人だよ。紹介してもみんな偏見持たない。
で私言うのお母さんあなたが好きすぎるその友達が誘うんですよ、あお母さん呼べよみたいな64? 69がいい、69はお母さんリーチ、お母さんリーチ13番ビンゴ、ビンゴマジか早いの、早い全部ブラックアウトって全部これが全部埋まったんでしょ、ブラックアウトは全部埋まったこれを ビンゴ、ここもここもビンゴ、ここもビンゴ、ここでお母さんが取ったら出ればいいよな、はい、74? はい、ベビーベビーズ、ベビーベビーズ、本当やっぱ塗り替え道場です、塗り替え道場、引き強いな、引き強いなじゃあ今日浜松来て、はい、だけどお母ちゃん会って綺麗なお母さんありがとうございます緊張それでは皆さんチャンネル登録いいねよろしくお願いします、ありがとうござい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 ます、せーの、また見てー。